はい、お疲れ様でした。はい、お名前から教えてください。深口美奈子です。はい、まず今日2回目の出場ということで、裾野いかがでしたか、このコンディションは。まあ、いつも難しくて、やっぱり裾野カントリーはグリーンがやっぱり傾斜が読みづらいっていう印象があります。地元はどちら。福岡です。あ、福岡、はい。なかなかね、こっちの関東でも結構タフなコースなので、はい。まあ、苦労された方もことも多いと思うんですけど、今日雨のコンディションということで、どうですか、自分の中で注意したこととか。そうですね、結構練習ラウンドとか来たんですけど、はいはい、やっぱり雨だとやっぱり全然番手も違いますし、やっぱりライとかもやっぱり難しくなってきますし、難しかったですよ。なるほど、はい。自分で注意して、例えばショットに臨んだこととか、普段から雨の時はこういうことを気をつけるってことは何かありますか。やっぱ雨だとちょっとダフっちゃうと、やっぱりもう飛ばなくなっちゃうので、まあカット目にアウトサイドインで振るっていうことを今日は気をつけてラウンドしました。はい、直接ボールをね、捉えるようにっていうことですね。はい。はい、わかりました。坂口選手、今後の予定を教えてください。まあ、試合がミニツアーはいくつか出場して、プロテストは10月から始まるので、とりあえず早く合格できるようにっていう感じです。はい、今年こそって感じだね。はい、じゃあサポーターの方にね、お礼の言葉をカメラ目線でお願いします。サポーターになってくださった皆さん、ありがとうございました。今日はバーディー取ることもできなかったですし、いいゴルフができなかったんですけど、皆さんが応援してくださったおかげで、最後まで笑顔で頑張ることができました。また、この試合出たらサポーターお願いします。応援もよろしくお願いします。はい、坂口選手でした。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。